ページの下を見てください。教科書30ページ、教科書30ページの下です。指で押さえてください。30ページの下、いいですか？そこのところ先生読みます。上の詩では取るという言葉がいろいろな意味で使われています。このように言葉には奏で書くと同じでもいろいろな意味を持つものがあります。これらの言葉の意味は文の中で使われるとき、他の言葉との関係からはっきりしてくることが多いで、その横に表がありますね。